どうも皆様、キッシーです。めちゃめちゃキンキキッズファンです。さあ、といったわけで、いよいよね、年末年始の、ライブのスケジュールがそろそろ、もうね、ちょっと遅いぐらいですけども来るんじゃないかと言ったことですけれども、まあなんとなくですね、憶測、立てることもできましたので、東京ドーム、京セラドームのですね、スケジュールを、踏まえまして、そのあたりちょっとですね、考察をしてみたいと思います。まずですね、東京ドームの12月のスケジュールをちょっとご覧いただきたいんですけれども、大体の土日とかも埋まってますね。で、まあ東京ドームの後ろの方がですね、平成ジャンプが、確保しておりますので、まあ近畿がやるならもうね、この24号近辺しかないわけですよ。まあ普通であれば24、25とやると思うんですけれども、で、京セラドームの方のスケジュールもちょっとご覧いただきたいんですが、京セラはもう完全に年末年始のとこしか空いていませんので、近畿は単独カウントダウンをやるんじゃないかなと言ったことですね。それを踏まえますとですね、20周年の時の、スケジュールに近いのかなと思います。ただまあちょっと1週間後になっちゃうんですけども、でもここしか空いてないですからね、もうね。で、その前の年かな、紅白に出た年のスケジュールもちょっとご覧いただきたいんですけれども、これですね、平日やってるんですね。だからですね、この土日を避けてやる可能性もなくはないんですが、東京ドームの空いてる日程を考えると、だってエグザイルが21まで、22、23、ね、リハとかもあるでしょうから、難しいですよね。だからやっぱ24号かな。26、7とかでやっちゃうと、1週間も開かないもんね。京セラまでが。そうなるとかなりしんどいよ、このスケジュール的には。まあだから、王道で行けば24、25。で、31が単独カウントダウンライブやっての元旦公演かなと言ったところがちょっと濃厚かなと。もしかしたら年明けかなとかって思って、ちょっとね、1月のスケジュールも一応見てみたんですが、もうね、平成ジャンプと関ジャニがね、びっしり、こう、京セラとか入ってるんで、京セラも間違いなくだから、この、単独カウントダウンをやると言ったことで、決定です!おめでとうございます!ちょっと先走っちゃいましたけれども。まあでも、東京ドームから始まり、京セラに行くといった流れはなんとなくね、このスケジュールでわかると思いますので、まあもうぼちぼち、そういった嬉しいお知らせがね、来るかと思います。僕はライブだけじゃないと思ってますよ。発売、何かしらの発売の情報もね、来るんじゃないかと思っておりますので、その辺も、もし出ましたらですね、皆さんと一喜一憂したいと思いますので、皆様チャンネル登録と、高評価の方もよろしくお願いいたします。チケットを今のうちに抑えるんだ。